今までどんな習い事をしてきましたかと結構たくさん知ってる気がしますね大人になってめっちゃダンスやりたいダンス私もやりたいジップダンス部やるかやりたいですやりたい憧れのグループ活動ができそうなんですけど「ジプラス3 <laughs>、えー、今日はギャップがとにかくかわいい畑下由佳アナウンサーが来てくださいましたお願いしますお願いします,お願いします そんんななこといいでですすよよ本当に可愛後輩君にそんなふうに言われるなんてあの僕テレビから見てる畑下ゆかアナウンサーの印象って、はい、もう何だろうかっこよくてもう何でもこうついてこいみたいなっ引っ張ってやるぞ感の印象がものすごくあったんですけど、はい、もうね一緒に <laughs> まあこのご時世なかなかご飯とか行きませんけれども、はい、なんかこん <こ>う <laughs> 怖いんだけど何話されるのか怖いんだけど飲み物のふた開ける時とかね <laughs> パッとかって言うじゃないですかそれ私気いいてないんだよね <laughs> そうよく言われるんですよんか効果音を勝手に口で発してるらしくそんなつもりはないんですけど「ヌカリア」とかにも部で畑田さん今なんかすごい なんて言いましたみたいなこと言われて、何も喋ってないですみたいな。いやなんか、見た目とは反してこうふわふわ系というか。そんなことない。本当に、このジッププラスリーを見てくださってる方も。ふわふわじゃないです。ふわふわではないでしょいや、ふわふわです。あ、こぼれちゃった。そんなことない。絶対それもうちょっとやめて。もうちょっとしっかりしてるんですよ。本当に。本当ですか。だもう、その。しっかりしてるっていうか、いや。ちょっと、抜けてるところはあるけど、ふわふわはしてない。え。してない。 じゃあ今回はちょっとそのふわふわ系の畑下さんをもうちょっと深掘りしていこうっていうことででも私も北脇君のことを知りたいのでお互いに情報交換しましょうお願いします今日は質問頂い,いてますのでこの質問にします畑下さんん今ままでどんな習い事をししてきましたかということで、まあ、生まれてきてから今までどんな習い事をしてきましたか 結構たくさん知ってる気がしますね。まあ、水泳。水泳ピアノ。アノえっと、学習塾。習塾テニス。うん、バ,バレエ、クラシックバレエ。うん、あと。つ、あ、違う。わらべ歌。わらべ歌。お、さっきから、これしか気にならないんですけど。津軽三味線。<laughs> 津軽三味線。で、今、ギター。今がギター。 <え><す>8つも習ってたんですかあ習ってたというか、まあ、幼少期から現在にかけてそれぐらいやってた気がしますねでも<ー>そう私転勤族だったから結構なんかこうこう転勤するたびにやめ,やめなきゃいけなかったりとかしてその辺でやめちゃうタイミングとかあったんですけどうそうね一番続いたのってどの習い事でしたえ水泳かな ど、えー、どれれららい続いい続たんですかえどれぐらいだろうそんなに小学生ぐらいまで1年生から6年生までいやえっ、ー、とねうん、うん、小学あ違うえっ、ー、と幼稚園から小学2年生ぐらいまでええー、でもそんなに水泳は面白い話なくて <laughs> 別にそんな水泳深掘らなくていいんですけどごめんなさいごめんなさいプレッシャーかけてました僕、うんなんかね。バタフライを 習う前ぐらいで引っ越すタイミングになっちゃって平泳ぎをなんか合格バッジみたいなのつけてもらって終わった気がするでもねピアノは私後悔しててちょっとピアノは自ら辞めたんんでですよな幼稚園ぐらいから習っていておそらくね小学生にな,るなったぐらいで自分で先生に「今日でやめます」って。 えっ言っでもかっこいいそういうことをしてる人だと思ってたんですよ、僕、はたしたさんって。してたよてた昔から <laughs> そうな,んか、ね、なぜか初めての自我かもしれないよね、それが<ー>こうあんまり好きじゃなくて今思うと本当に習っておけばよかったと思うんだけどあの兄が2人いまして、うん、兄もずっとピアノを習ってて2人はすっごい上手くて弾けるんですよ。でずっと続けてて で兄についてって私も習ってたんだけどあのうまく弾けなくてで、まあ、全然さそのに何年もやってるわけじゃないからうまく弾けないんだけどとにかくなんかもう嫌で先生にすぐ辞めますって言ってでお母さんっていうか母にも相談せずに勝手に辞めて家帰ったらピアノの先生が母に電話して「そ果たして由かちゃんがこう勝手に辞めるって言って帰っちゃったんですけど」うん、って言ってお母さんもびっくりして「な、うんいやで辞めるって言ったの?」って言ったら。 やりりたくありません <laughs>、えー、言って言私だけだからやめて兄は2人ずっとやっててだからね中学校とかの合唱コンクールとか全校のなんか校歌とかのピ演奏お兄ちゃん2人はやってたんだけどなんか私だけできなくてだんだんこう年を重ねるたびになんか習っておけばよかったってすごい思いました。 ポロポロは弾けます。ポロポロ。<laughs> なんか猫踏んじゃったとか。ああ、なんか一曲だけ、なんかすごい体に染み付いてるものがあって。何です,す,すか、何ですか、何ですか。なんだっけ、名前忘れちゃった。けど、弾ける、それだけ。<laughs> そう、だから、楽譜は一応読める、め楽譜は一応読めるんだけど。はい、その、すごい演奏ができない。 だからなんかそれはもう本当楽器弾くことにだからすごい憧れ持ってるからそう大人になって津軽三味線習ったりとかギター習ったりとかしてる、うん、あ大人になってから津軽三味線とギターを社会人になってからへえんで始めようと思ったんですかえかっこいいから聞けたらかっこいいじゃん楽器ってかっこよくないですかかっこいいです僕本当にそういう絶対音感みたいなのがなくて音痴なんですよ 音痴,音痴でもう全く手先も器用じゃないから、うん、全くそういうのができなくて本当にできる人がうらやましいなと思ってて僕が小さい頃習ってたのが、うん、空手水泳学習塾、えー、太鼓、うん、この4つをずっと回してて、うんはい、小さい頃で部活は別にこう陸上やってたんですけど、うん、球技もできないしなんか。 ダンスとかもやりたかったなっていうのはすごく今思ってあって、うんうん、ちょっと大人になってからやりたいのはめっちゃダンスやりたいえダンス私もやりたい <laughs> ちょっとダンスやりますねダンスやりますダンスやりますあこれからねこれからこれからねちょっと私はでも考えてるぬかりやも元ダンス部めっちゃうまいんすよぬかりやだったからちょっとなんかたまに踊ったりとかしてるじゃんはい もうずっと踊って憧れてるグループ活動に憧れてるグループ活動確かにジップの後半メンバーでちょっと三浦さんも含めてたけしさんも含めてダンスメンバー、えー、三浦さん大丈夫かな私もダンスやりたいと思って、えー、仕事でお世話だった先生に 私ずっとダンス踊れなくてリズム感ないのがコンプレックスで、うん、ずっと習いたいと思っててって言ったらこういう状況になっちゃってそのレッスンとかが難しくなっちゃってできないんだけどずっと踊るのに憧れがじゃあじゃあもうセンターじゃないですかもうこの状況が落ち着いたらやりますジップダンス部やるか、うん、やりたいですえやりたいえ憧れのグループ活動ができそうなんだけど <laughs> <laughs> そういうのやりたいよね私はその夢が私なんかフォーメーション移動とかめっちゃ憧れるんですけど。<laughs> ちょっとさ目指すとこそれさ多分ほんとちっちゃいこういうステップから始めたの最後だよねそれ何年後になるかみたいないいねでも夢は大きくね10年後ぐらいにやろう交差すするやつよねそうそうそうえリズムに乗りながら交差していくやつそう今一番憧れてるそれいいですねいいっすね一つ夢叶いそうっすねこれで「ジップダンス部」 えでも北村のあの習い事もっと聞きたかったのに。ちょっとそれは次回にしましょう。ごめんね。私のピアノの無駄な話がどうでもいい話でした。すみません。楽しかった楽しかったです。はい。これからジップダンス部ちょっとこうご期待ということで期待していてください。以上ジッププラス3でした。